沖パークです。今日は我が家にある小型海水魚飼育水槽からのお届けで、新たにお迎えしたローランドダムゼルという低価格で小型で幼魚と成魚で異なった体色を楽しめるお得感ある小型水槽にもぴったりのこの美しい魚をご紹介させていただきたいと思います。この魚の大きさや食性のみならず、この魚は一体どれくらいの価格で販売されているのかに加えて、参考までに現在我が家で与えている餌までをもご紹介することで、この魚の魅力のみならず、皆様がこの魚をお迎えされる際に役立てていただけるような情報をお届けさせていただきますので、ぜひ最後までご覧いただいて、この情報をお役立ていただければと思います。ちなみにこのチャンネルでは川魚や錦鯉、熱帯魚飼育といったアクアリウムを中心に、いろいろな生き物を家庭で魅力的にワイルドに飼育する楽しみをお伝えしつつ、それに必要な飼育設備や飼育方法もご紹介することで、皆様のご自宅でも再現可能となるような情報、そして自然での観察や採集の様子もお見せして、自然や生き物について一緒に勉強していけるような動画を配信しておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして、動画がアップされた際に分かるようにしておいていただけると嬉しいです。では早速ですが、お魚飼育、アクアリウムを始めるとなると、水槽はもちろん飼育設備などを整えるだけでも結構なお金が財布から出ていってしまうのが現状なんですよね。なので、いざメインとなるお魚をお迎えしようと思った時には、財布の中が寂しくなっちゃっていて、うわー予算オーバーだー、なんか安くて綺麗な魚いてないかなーなんて思っちゃうような経験をされた方って、私以外にもいらっしゃるのではないかなと思うのですが、そんな方はぜひ今回ご紹介する魚、ローランドダムゼルのご購入をご検討されてみられてはいかがでしょうか。この魚はスズキ目、スズメダイ科、ルリスズメダイ属に分類される魚で、インド洋、西部太平洋などの暖かい海に生息する熱帯性の海水魚となります。大きさは成魚でも5センチ前後で、小型水槽しかないといった方の水槽でも飼育できるのも魅力の一つなんですよね。性格もスズメダイの中では温和で、混泳もさせやすい魚となっておりますが、やはりスズメダイですので多少気性が荒いところはあります。おとなしい性格との魚の混泳や、逆に非常に気性の荒いルリスズメダイのような魚との混泳には注意する必要があるかと思いますね。参考までに、我が家では現在シマキンチャクフグとデバスズメダイと一緒に45センチ水槽で飼育しておりますが、この通り問題なく混泳できております。ちなみに性格はこのデバスズメダイの性格と同程度とお考えいただければと思います。あともう一つ、同種同士で複数飼育する場合は数が少ないと体の小さな個体がいじめられることもありますので、情報として知っておいていただけると良いかと思いますね。それともう一つありました、サンゴを入れた水槽でも飼育可能です。そして冒頭でもお伝えさせていただいたのですが、この魚は幼魚の頃と成魚の頃で体色に大きな違いがありまして、現在ご覧いただいている個体の体色は成魚の体色となります。前半分は濃い紫、後ろ半分は薄い黄色、すごく気品のある美しい模様ですよね。そして幼魚はちょっと画像がなくて申し訳ないのですが、頭部に鮮やかな青のリング状の模様がありまして、これまた美しいんですよ。ご覧になりたい方はお手数なのですが、パソコンやスマートフォンなどでローランドダムゼルの幼魚と検索していただくと出てくるかと思います。ということで、幼魚から飼育すればこの1匹で2つの体色を楽しむことができるという、もっと言えば体色の変化の様子も楽しめるというお得感あるお魚となっております。そして気になるお値段ですが、これがまた安くてですね、だいたい500円から1000円の範囲内で購入可能かと思います。
こういった熱帯性の海水魚、結構お値段するんですよね。これ綺麗なと思って値段を見たら、数千円から高いものだったら1万円くらいするものもいたりしますので、個人的には綺麗で安く買えるおすすめの海水魚なのかなと思っております。あと食性は雑食性で、自然界では動物性プランクトンや藻類などを食べていると言われております。飼育下では人工飼料にも比較的容易に餌付いてくれる感じで、我が家ではこちら、恐竜さんの光メガバイトレッドを与えております。その他にも普通の淡水の熱帯魚の餌とかも与えておりますが、普通に食べてくれておりますので餌に困ることはないのかなと思いますね。あと最後に、水温は25度前後での飼育が望ましいと言われております。冬場は水槽用ヒーターで温めてやって、夏場は水槽用クーラーで冷やしてやるのが望ましいのですが、水槽用クーラーは高価な機器になりますので、難しい場合はこのような冷却ファンで冷やしてやるというのもありなのかなと思います。ただし冷却ファンでの冷却は海水魚飼育の一般的な冷却方法ではなくてですね、冷却ファンを使用する場合は気化熱を利用した冷却方式になるので塩分濃度が上がりがちとなります。なので塩分濃度を頻繁に確認して、頻繁に真水を足すなどの調整をしてやる必要が出てきますので、少々面倒なところがあるよということと、何よりもやるにあたっては自己責任となりますのでご注意くださいね。ちなみに我が家での海水水槽はこの冷却ファンで自己責任で冷却しております。では最後に、スーパーの鮮魚店で買った食用の川エビを与える様子にちょっとした遊び心でアテレコをしてみましたので、よかったらお楽しみください。お、エビや。お、おうまい、これはうまい。なんや、おいしそうな匂いするで。見つけた、これや。あかん、服が怖いわ。どこや、どこにあるんや。うまい、最高や。どこや、どこにあるんや。うまい、最高や。どこや、最高や。はい、ということでいかがだったでしょうか。ローランドダムゼルという魚の魅力や飼育をご検討の方にとって少しでも参考となる情報になったのであれば幸いです。あとこの海水水槽も本格的な設備なしで低価格で立ち上げておりまして、それを解説した動画もアップさせていただいておりますので、よかったらご覧になってみてください。次回はですね、サムネイル画像を先にお見せしちゃいますが、我が家にある渓流魚飼育水槽のレイアウト変更の様子をお届けさせていただく予定です。しかも生き物を飼育する水槽や池には使用するなと書いている砂利を使うというね。よかったら楽しみにしておいていただけると嬉しいです。また何かね、不明な点や見たい動画があるといったリクエストなどもコメントいただければ、可能な限りお返事もさせていただきますし、リクエストにもお答えさせていただきますので、今後ともナオキパークチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もしていただいて、次の動画がアップされた時に分かるようにしておいていただけると嬉しいです。あと高評価もしていただけると大変励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。